今日のコメント、グルージュさん、英語のサイト見ると三人称が C ではなく He なんですよ。つまり男の子ってことか。つまり僕が惚れた女だと思っていた子は男ということ。どうもハルカットです。皆さんポケモンは好きですか？僕は大好きです。ハルカット君、落ち込んでるの？スー君は恋したことないからそう言えるんだよ。そこで今回はミャオファが立ってしまう伏線がポケモンプレゼンツに隠されていた件について話していこうと思います。では関係ないけど、皆さん、こんなに可愛いグルーズちゃんは男でした。一昨日のこちらの動画のコメントに気づきました。ショック。というわけで、よかったら最後まで聞いててください。ニャオハが立ってしまう伏線がポケモンプレゼンツに隠されていた件について、皆さん、ニャオハというポケモンはご存知でしょうか？スカーレット・バイオレットのクソタイプの御三家ポケモンで、その愛くるしい見た目から今女性ファンを中心にものすごく人気なポケモンですよね。しかしあまりの人気に、そのニャオハはファンからとある心配をされています。それはニャオハ立つなです。どういうことなんだと思う方もいると思います。これを言われるようになった理由としては、ニャビーの存在ですね。ニャビーはサンドムーン時代に登場した御三家ポケモンなんですが、ニャビーとニャオハってめちゃくちゃ似てますよね。タイプは違いますが、同じ御三家ポケモンで猫型です。そしてニャビーの最終進化はごっつく二足歩行でバリバリに立つ顔がええんです。そう、ニャオハがされている心配とは、この可愛い姿が最終進化では二足歩行になり、顔が円のようにごつくなってしまうのではないかという心配です。まだスカーレット・バイオレットの最終進化は出ていませんからね。しかし自分はニャオハが立ってしまうという伏線らしきものを、なんとポケモンプレゼンツの動画で見つけてしまいました。それがこちら。にゃんとニャオハが立っているんです。二足歩行でニャオハ立つなという単語は、ニャオハが登場するたびに毎回ツイッターのトレンドに入ります。つまり公式も見ているはずです。からのこのニャオハ、確かに着ぐるみの作り上、このニャオハが立つのは仕方ないんじゃないかと思われるかもですが、これは考えさせられちゃいますよね。ニャオハが立つ伏線なのか、それともブラフなのか、皆さんはニャオハの最終進化どうなると思いますか？よかったらコメントでね、コメントしてみてください。とまあこんな感じで、ニャオハが立ってしまう伏線がポケモンプレゼンツに隠されていた件についてでした。ちょっとでもこの下チャンネル登録よしこよぶさん、よろしくお願いします。では次からね、せーの、グッディー。